日本テレビ杯は千葉県競馬組合が船橋競馬場で執行する地方競馬の重症競争である。日本グレード格付け管理委員会による日本国内の格付けは JP2E 国際競馬統括機関連盟による国際的な格付けはリステッドレース。ロード 2JBC に指定されているためロード 2JBC 日本テレビ杯とも表記される。略称は 日テレ坂月。競争距離は1800メートル。日本テレビ放送網株式会社が優勝杯を寄贈している。副賞は、日本テレビ放送網株式会社賞、日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会会長賞令賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、千葉県知事賞、また、 生産牧上昇がある。日本テレビ放送網が1953年に日本の民間放送局として最初の地方競馬の中継を船橋競馬場から行ったことを記念して翌1954年からアルファベットの略称である NTV 坂月として創設された。創設当初から第25回まで長きにわたって8月に施行され多い記念。 ーチオールスターカップから引き続き出走するコバに、加え、下半期での飛躍を目指す多くの上がり馬や三歳馬らが集まる競争であった。1979年からは開催時期を9月末10月頭へと移動し、以後は一貫して東京大商店などを目指す有力馬が始導する競争として定着している。中央交流競争後の勝ち馬に限っても、アブクマポーロ、 アグネスデジタル、マキバスナイパー、スターキングマン、ボンネビルレコードを、フリオーソ、スマートファルコンといったダートグレード競争戦線の中核を担った GI バラがずらりとその名を連ねている。1995年から南関東 G2 となり、一旦1997年に南関東 G3 へと格下げされたものの、翌1998年には、 ダートグレード競争として、中央地方全国交流競争となり、南関東グレードも再度 G2 へと格上げされた。これと共に競争距離が2000メートルから1800メートルに変わった。2002年以降は JBC クラシックのステップ戦として位置付けられ、統一 GII 競争に格上げされ、優勝馬には JBC クラシックへの優先出走権が与えられる。 前年9月23日から本年9月20日までの期間の g i j p ー競争一着場は 2kg 増、g i i j p ー競争一着場は 1kg 増。前年9月22日より前の g i j p ー競争一着場は 1kg 増。ありがとうございます。